山川穂高さん、今季3年契約、FA 権持ちの去就予想。西武対談は確実？サードの練習してるし西武に残る可能性はあるだろ。趣味取らないてぇ。だからリチャード指導してたからソフトバンクやろ。立浪が興味とかマジか。ホークスに人的保障なしの FA になると有識者が言ってる。趣味の救世主、山川筒香な方が揃って中日入ったら熱い展開なんだけどな。WBC の時に一緒にベンチにいた吉井監督の縁でロッテやな。残留ならこないだの会見のタイミングで発表してると思う。おそらく遺跡で話はついていると思うよ。リチャード指導で国語の評価上げてたからソフトバンクや。示談してないんやな。おそらく FA 遺跡だろうと思う。涌井の時もそうだったが意外な球団に決まるかもね。涌井の場合は伊藤も石井も西武時代の縁だから意外ではないのでは。中日放出は意外だったが。ロッテ涌井は意外ではなかったわ。ロッテ涌井は意外じゃなかったか。あの時も不祥事絡みと言われ争奪戦にならずひっそり決まった印象だから事前に話はついていたと思う。楽天しかないやろ。今季の成績見ても衰えてる可能性あるから取らんやろ。来年32だぞ。来年やなくて今年32だったわ。合格倍。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。